コブの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。バン。はい。呪術廻戦からワールドコレクタブルフィギュアということでね、こちら、ジャンプのね、応募者全員サービスのやつですね。はい。こちら私応募してまして、本日届きましたね。はい。こちら、ゲトウと五条。はい。こちらの学生時代ですね。はい。はい。これをね、今回は開封してみたいと思います。では早速、開けましょう。袋の中身はね、こんな感じです。はい。まず、ゲトウですね。はい。台座に支柱に本体と、はい、で五条先生も同じですね。はい、台座に支柱に本体と、はい、では早速ね、2体組み立ててみたいと思います。はい、組み立て終わりました。では早速ね、ゲトウから見ていきたいと思います。こちら、はい、どうです。これめっちゃいい。いや、これよくできてますね。ディフォルメされてますが、これはよくできてる。はい、似てますね。いや、これはいい。いや、これは素晴らしいね。自分的にはいいと思います。まあ、ゲトウ好きにはたまらんでしょうね、これは。はい、では続きまして、五条悟、こちら。はい、いや、この五条もすごいね。このサングラスをね、してるんですけれども、この似たついた感、これいいね。うん。髪の毛の造形もね、しっかりしてますよ。塗装もちゃんとされてて、はい。で、何よりもね、びっくりするのが、ちらっと見える陸が、そこまで再現されてるんですよ。細かいね。サングラスの裏にある目がね、ちゃんと描かれてるんですよ。これ抜かりねえなーと思って、この角度とかね、もうすげえいいわ。実際このイラストのやつをディフォルメ化したんですけれども、まあこういう角度で見ることできないんで、こういう立体物ってそういうのがあるんでね。いや、これはいい。はい、ということで五条悟。はい、ということでね、今回は短いですが、この2体ジャンプ応募者全員サービス、ワールドコレクタブルフィギュア、呪術廻戦からゲトウと五条悟、こちらの2体をご紹介しましたが、これはほんとね、よくできてるんで、おすすめしたいですね。まあ、買い逃したっていう人もね、ヤフオクとか、フリマサイトで、かなりの数売られてます。はい。なのでね、そちらでちょっと購入検討してみてはいかがでしょうか。一応ね、こちら、定価は2500円ですね。送料込みで。はい。ぜひご参考までにお買い求めいただければなと思います。では最後はね、回転台座にてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。